米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は18日13勝目をかけて先発登板するエンゼルスは16日日本時間17日シアトル・マリナーズ4連戦の初戦に8対7で競り勝ち連敗を脱出した大谷の登板にも弾みになったはずだが同じア・リーグ西地区の2位で21年ぶりのプレーオフ進出を狙うマリナーズの粘り強さも印象に残る試合となった マリナーズの長打力も侮りがたい。本塁打は前日の15日時点で、エンゼルスを2本上回る172本。4回には4番、カルロス・サンタナが16号ツーランで1点差に、7回には2番の対フランスが19号ツーランで2点差に、そして9回には再びカルロス・サンタナがソロを放ち1点差に迫った。その2本のツーランはともにフォアボールがきっかけだった。マリナーズが記録した今季のフォアボールは、 このの試合個個を加えて計個ア・リーグで500以上は550個のヤンキース含め2チームのみだそして21歳のフリオ・ロドリゲスというスーパールーキーがチームを活気づかせているオールスター戦前の本塁打競争にも登場した新人王候補であるフリオ・ロドリゲスは1回に先制の27号先頭打者本塁打を放ってみせたこれはチームトップのエウヘニオス・スアレスの31本に次ぐ2位だ 打率2割7分9厘25投類はチームトップだこの日同じアメリカンリーグ西地区首位のヒューストン・アストロズはヨルダン・マルバレスの3本塁打の活躍でアスレチックスに快勝したメジャーリーグ公式サイトはア・リーグで最初のプレーオフ進出が決まったと伝えた2001年以来の出場を視界に捉えるマリナーズも大いに刺激を受けたはずだ一方シーズンの規定打席をクリアしている大谷は 投手の規定投球回162回にもあと21回と迫っているレギュラーシーズンも残り18試合となる中登板回数も限られるだけに18日の先発登板は大事な一戦となるこの日のマリナーズ打線を冷静に分析し勝利への道筋を思い描いているはずだ大谷の所属するエンゼルスは今期もア・リーグ西地区4位に沈んでいる。 しかし、チーム防御率はリーグ9位と検討している。米最大の移籍情報サイト、トレードルーマーズのスティーブ・アダムス記者はその要因として、パトリック・サンドバル、リード・デトマーズ、ホセ・スアレスの若手3投手をチームの未来を担う存在に挙げた。トラウトと大谷が打線をけん引する中、投手が長年の課題と言われてきたエンゼルス。同サイトは、特に先発投手の確保には苦しんできた。 また、エンゼルスは先発投手に限っては長期契約を結ばない方針だ。今シーズン FA で獲得したシンダーガードとローレンゼンは、共に一年契約だった現状を説明した上で、先発陣の補強にリミットがある中、サイヤング賞を争う大谷の活躍に目が行きがちだが、若手を中心に強固なローテーションを形成しようとしている、と注目している。それが3人の若手投手だ。 15日、日本時間16日時点で、25歳のサンドバルは132回3分の1、5勝9敗、防御率2.99。23歳のデトマーズは113回、5勝5敗、防御率3.82。24歳のスアレスは91回3分の1、6勝7敗、防御率3.84という成績だ。 今季を含めて5年以上保有することが可能で今後のチームを支える柱となるだろうとしている2018年にアストロズのマーティン・マルドナードとのトレードで加入したサンドバルは平均以上の三振率を記録し空振りを奪える投手に成長したゴロピッチャーであることも評価を高めている2020年のドラフトで全体10位で指名されたデトマーズは わずか14ヶ月でメジャーデビューを果たし、今季は5月10日のタンパベイレーズ戦でノーヒットノーランを達成した。しかしその後不調となり、6月22日にマイナーに降格。7月8日の昇格以降は、フォーシームの比率を下げ、スライダーの比率を上げたことで、脱三振率が向上し、昇格後の防御率を2.95を記録している。スアレスについては、 飛び抜けた能力はないものの各指標を少しずつ改善し平均を下回る要素がないことが好調の要因だまたストライクゾーンでの投球が増えた影響で空振り率が増加したことも大きいと評価しているエンゼルスファンの一番の関心事である大谷の去就については新しいオーナーが大きく左右するだろうとしている仮に来シーズンも残留となった場合 エースの大谷を中心にレトマーズサンドバルスアレスで素晴らしいローテーションを形成することが可能かもしれないと投手王国が形成されることを思い描いているレギュラーシーズンもいよいよ佳境に差し掛かり地区優勝個人タイトルの行方に注目が注がれるメジャーリーグとりわけ現地メディア日本のメディアをにぎわせている話題が。 エンゼルスの大谷とヤンキースのアーロン・ジャッジによるア・リーグの MVP 争いだ。2年連続の MVP 受賞に期待がかかる大谷は今期も投打二刀流でフル回転し8月にメジャー史上初となるシーズン30本塁打2桁勝利の金字塔を樹立した。一方ライバルのジャッジはここまで57本塁打と圧倒的なペースでアーチを量産し ロジャー・マリスが1961年に達成したア・リーグ最多記録である61本まであと4本に迫っているこうした猟友の活躍を受けて今回熾烈な MVP 争いに独自の見解を示しているのが米メ,メディア・ザ・コーールド・ワイヤーだメディアやアナリストファンの間でも意見が二分している印象の MVP レースだが同メディアはこのレースの絶対的な決定的な真実は誰も知ることはできない とした上でこのような熱い MVP の議論は野球界にとって素晴らしいことだとメジャーリーグに与えている好影響を指摘しているさらに記事内では米紙ワシントン・ポストのチェルシー・ジャネス記者も同様の意見を持っていると伝えた上で人々は間違いなくこの議論に参加していると強調している大谷とジャッジのそれぞれが歴史的なシーズンを送っている事実を踏まえ MVP にふさわしい真のスーパースターが2人もいるんだそれはもちろん MLB にとって良いことだと続けているまた現地の盛り上がりとしてはスタジアムでは言うまでもなく友人や家族の間でもソーシャルメディア上でも議論のトレンドになっているという果たして残りの試合では大谷ジャッジどちらの選手がインパクトを残せるだろうかス Oh, got oh. it, got it, got it! 33!